稲妻イレブン、フットボールフロンティア編を見たよ。うん、俺ね、稲妻イレブンはね、ゲームはやったことあるんだけどね、アニメは見たことなくてね、見てみたんだけどね、めっちゃくちゃ面白かった。まあ、フットボールフロンティア編、まあ、1の話なんだけどね、ワンの話をね、26話までね、よくもまあ、26話で描写したなって。だって、結構短いんだよね、本編。だからね、なんか、2クールまで持たせることができたのがすごかったしね。でもって全部なんか面白かったっていう。かった。特にね、1話から4話がね、もうつかみバッチリだったなって思う。ライモン中のね、もう、まあ、チームメイトがね、多分これでなんかどういう連中かっていうのがね、大体分かったと思う。そっからもうなんかだからメインキャラが気に入ればあとはもうって感じがあるしね。うん。でね、BGM 多いんだよな。うん。やっぱだいたい逆転の時に使われる立ち上がりいい音ね。あと、公式戦もね、っていう名前の BGM なんだけど、これもね、なんか逆転の時に使われたりとかね。まあ、あと、なんか強敵とか、まあ、試合序盤に使われたりとかね。あれはね、ゲームの頃からいい音楽だとは思ってたけど。まあなんか二つあるのがね。うん。なんかこれだけじゃない。まあ、立ち上がりをやっぱりなんか、よりなんか重要な試合に使われてる感があるな。うん。重要な試合だと絶対こっちって感じ。うん。まあ見てて面白かったけどね、やっぱ俺ね、なんだろう、ゲームの時にね、一番印象に残ってるのはね、ゼウス中の強さ、ね。まずね、この稲妻イレブンね、レベル補正がめちゃくちゃ強いんだけどね、レベル上げるのがくそめんどくさい。一番稼ぎやすいね、プレイがまずめんどくさいっていうやつだからね、全然レベル上げせずにね、ラスボス戦行ったんだけどね、その時のゼウス中の強さがね、もう、本当ありんぐらい強いんだけどね。だってね、神のアクアがね、後半戦ではね、切れるんだけどさ、後半戦に切れても意味ねえだろっていう感じの。TP がね、前半戦はもう、無消費でなんか使われるみたいなやつだったと思うんだけどね、後半から減るようになってもね、全然影響がね、ないっていうやつなんだけどね。ただ、アニメ版だとね、神の赤がね、後半戦でもね、使われてるっていう、改変になっててね、その神の赤状態のゼフ中に、逆転勝利するっていうのがね、そこがね、なんつうか、話的にはこっちの方がいいなっていうのは、やっぱりなんか、相手がなんか汚い手を使っても、その上で逆転するっていうのがね、作劇場はこっちの方がかっこいいなっていう感じがする。うん。まあ、ただね、ゴッドノーズをね、マジンザハンドで止めるシーンでね、まあ、そこもめちゃくちゃいいんだけどね、止めた後にツインブーストをね、なんか3回連続でやるっていう、あそこ映像で見るとなんか、異様なんだよな、なんか。3回もツインブースト。それだけかいみたいな。まあ、最後、ザ・フェニックスで勝ち越ししてたんだけどさ、でも。でも、ツインブースト3連続はちょっとなんか、映像で見るとなんか異様だな。なんか全体的になんか、散らしてほしかった感はあるけど。まあ、残ってるメンツがな。っていうのあるからな。うん。いやー、面白かった。ゲームの思い出も蘇ったし。話、なんだろうね。俺、ゲームやってる最中はね、なんか、
ワンの話にね、なんかそこまでなんか、まあ、感銘っていうかなんか、どっちかっていうとなんかゲームのプレイのところがね、一番印象に残ってたけど、こっちは話面白えなって、もう弱小部からの全国優勝へのこうサクセスストーリーって、まあ王道なんだけどね、もうバッチリ決まったなっていう。本当面白かった。フットボールフロンティア編。